実店舗を持っていて何かを売っているっていう中でこれはすごい儲かるよねっていうのって何か思いつくものってありますか店舗の名前ってことですかいや、えっと、業態というか、はい、あのまあなんていうんですかね、まあ、キャバクラとかクラブとかそういうそのジャンルで何か飲食でめちゃくちゃ儲かってるっていう、うん、ジャンルは飲食だけど飲食の中でとですねそうです飲食の中でめちゃくちゃ儲かってるピクニック2か月数字ないですよねははいそそうでですってことはことれでその 100万利益が出てるんですって言ったら、多分もう1ヶ月ピクニックがない時期で、ね、やると、はい、営業期間が長い割にこの利益は下がる気がします。あ、えっ、ー、とー、そんなことはないんですか、うん、それに対して、あの、反論させてください。あのい反論じゃなくて事実を教えて。事実はお話しさせてください。あ、はい、裏腹ですよね。あの、一生懸命なのがすごく伝わるのと、でも、途中最初の方に、あの、トランになんか質問したじゃないですか。はい。あのやり方って結構失敗が多くなるんですよ。うん。うん トナの方々、これ、あの、知ってますかとかあな、何意味されますかっていうのは、あれって、すごく微妙なんだけど、うん、失礼だな、この人って思われる可能性が高いのね。わ、うん、かりました。うん。あとは、反論しますけどっていう、反論っていう言葉を自分で使っちゃった、はい、ううところとかが、すいません。すいません。いや、僕怒ってんじゃなくて、損してるかなって思うの。失言でした。うん。反論って言わなくていいじゃんって思うのに、はい。あえてあなたは自分で、 あの、あ、それ反論していいですかって言っちゃうと、はい、反論っていう言葉を聞いた相手はカチーンってくるんだよね、きっと。そうですよね。その辺が実は言葉巧みに使ってるようでいて、あんまりうまくないなっていうのが僕の感想ですか、ね、はい。ありがとうございます。すいません。